皆様お疲れ様です。パーソナリティのさつきです。ドラマや映画の吹き替え、アニメなどの映像作品に自身の姿を見せずに声だけで出演する俳優である声優。日本は世界的に見ても特に声優の専業化が進んだ国であり、声優学科がある専門学校は少なくとも40以上。また声優をマネジメントする芸能プロダクションが運営する声優養成所も100以上存在すると言われています。今回ご紹介するのは、海外で話題になっていた日本独自の声優文化について。中国メディアによると、日本の声優は非常にレベルが高く、中国でも人気があるというのです。また後半では、日本人声優によるオリジナル版のアニメが海外で好まれる現状に対して、あるアメリカ人声優が苦言を呈した件についてもご紹介。それでは早速、中国メディアが取り上げた日本の声優に関する記事から見ていきましょう。中国メディアが取り上げていた日本の声優。中国のポータルサイト Baidu は、日本の声優がどれだけプロフェッショナルなのかについて紹介する記事を掲載。アニメ産業の成長が著しい中国において、現在の声優を表して聞くのも恥ずかしいほどのアテレコに遭遇する機会は減り、声優の質が徐々に高まっているとする一方で、日本のプロ声優に比べるとまだまだ大きな差があると紹介していました。記事によると、日本の声優によるアテレコはごく一部の日本語しか聞き取れない言葉の壁があったとしても、その声からキャラクターの心情がはっきりと読み取れるのだそう。たとえ目を閉じて聞いていたとしても非常に印象深いのだと伝えていました。また中国の声優業界が抱える問題として、実力のある声優もいるものの、その数が非常に少ない点を指摘。日本のように養成機関で専門的なトレーニングを実施できる体制を整える必要があると述べていました。さらに、日本の声優は30秒間に330文字のセリフをよどみなく喋りきる、一人で数十役を同時にこなせるほどの豊富な声色を持つといった、とてつもない能力を備えるものが少なくないことに言及。その上、多くの声優がプロの歌手顔負けの歌唱力を持っているとも紹介していました。それに、やっつけ仕事でどうにか片付ける声優と、納得できるまで徹底的にこだわる職人気質な声優は、視聴者がちょっと聞けば違いがすぐにわかるとのこと。優れたアニメ作品を数多く見てきた耳の肥えたファンを満足させるためには、中国の声優業界のさらなる底上げが必要だとの認識を示していました。また中国メディアの観察者網は、日本メディアの記事を引用しながら、近年は日本の女性声優が中国でも人気を博していることを紹介。水木奈々や花澤香菜といった日本のトップ声優は、中国にも多くのファンがいて、豊崎亜希や徳井空、大橋彩香などの有名声優も続々と中国の動画共有サイトビリビリ動画に進出しているそうです。さらに彼女たちはアニメのキャラクターの声で中国のネット流行語にチャレンジしたり、中国ドラマのアテレコにチャレンジしたりすることも。日本の声優による中国要素満載の動画コンテンツはたびたび投稿されていると伝えました。それから日本メディアの報道によると、中国の芸能界のギャラは日本とは桁違いなんだそう。特に中国ではソーシャルゲーム市場の将来性が高く評価されており、中国企業が声優に払うギャラはハリウッド並み、日本のギャラの10から100倍にもなるといいます。一方の日本では、人気の若手声優であっても新卒程度の給料しかもらえないようだとも伝えていました。中国における日本の声優の人気は、以前に行われたネットアンケートの調査結果からもうかがえます。
5秒で思いつく日本人を中国人に尋ねたところ、木村拓哉や新垣結衣、羽生結弦、中国で圧倒的な人気を誇るタレントの蒼井空などと共に名前が挙がったのが花澤香菜。また2020年に花澤香菜と同じく声優の小野賢章が結婚した際には、数億人のユーザーを持つ中国版ツイッターウェイボーの検索キーワードランキングで1位を獲得しました。日本の声優が高待遇な中国に流れる可能性について、中国人ネットユーザーからは次のような声も上がっています。中国人は金持ちでお人よしだから、やっぱり中国のファンはニラ狩り、アイドルのファンなどがお金を搾取されることに合うんだ。かつて香港や台湾の芸能人が退去して中国本土にやってきたことを思い出した。また日本の声優は本当にハイレベル、実力があるのだからそれに見合った金を稼ぐのは何の問題もない。トップ声優の花澤香菜や豊崎亜希は10年以上前から人気があった。高い値がつくのは当たり前のことだ。中国国内の声優は大した仕事をしないくせに態度だけは大きいとの声がある一方で、中国でも声優業界は徐々に発展してきている。新世代の中国人声優は本当に素晴らしいと思う。中国国内の配音演員、声優にも優秀な人はいっぱいいる。だが彼らは基本的に裏方仕事で、軽々しく表に出てこないから知名度が低いだけといった意見も。中国国内にも優れた声優はいるとの声も少なくないようです。日本の声優文化。日本では数年前にアニメ「鬼滅の刃」が大ヒット。主人公竈門炭治郎役の花江夏樹が注目され、声優に改めてスポットが当たりました。日本のアニメ人気は数多くのスター声優を輩出。ですが実は古くから声優が職業として確立しているのは世界的に見ると日本だけだというのです。声優が日本に根付いた理由は2つあります。1つ目は1940から50年代のラジオドラマ全盛期に NHK や TBS が自前の放送劇団を立ち上げ、ラジオ俳優を育成したこと。2つ目は1950から60年代にアメリカからドラマやアニメが大量に輸入され、吹き替え需要が急速に高まったことです。久松康夫は1960年代に日本で放送されたアメリカのテレビドラマララミー牧場の主人公ジェスの声をベランメイク調で吹き替えて話題に。ローンレンジャーやバークに任せろの吹き替えを務めた和歌山源三は独特の低音でレディーキラーボイスと呼ばれて注目を集めました。文芸評論家の小林秀夫は1951年発行の雑誌演劇において、人の声っていうのは非常に表情に富んだものです、例えば落語だって何度聞いても良いというのはつまり声の音楽なんでしょうとコメント。日本人の声に対する特別な思いを語っていました。それとは対照的なのが、昔からディズニー作品でアニメ文化をリードしていたアメリカ。英語版のアキラや妖怪ウォッチの声を担当したジョニー・ヨング・ボッシュはフォーブスジャパンのインタビューで次のように明かしています。アメリカ人はキャラクターはキャラクターという考え方、誰が声を演じているのかについては大半の人は興味がないんです。アメリカでボッシュのように声を本業とする人が出てきたのはごく最近のこと。声のキャストが話題となるのはトイストーリーのウッディの声をトム・ハンクスが担当するなど有名俳優が出演した時だけでした。しかし日本でも1960年代頃までは俳優と声優の線引きは曖昧だったんだそう。笑うセールスマンやスター・ウォーズのダース・ベイダー役で知られる大平徹は2015年のインタビューで、悪役ゴアの声を担当した特撮ドラママグマ大使、
1966年の秘話を次のように明かしています。ゴアの着ぐるみには AD が入っていたのですが、どうにも動きが悪くて、それなら僕が入りましょうってことになり、結局初回から僕がゴアのスーツアクターになりました。子供たちの間でのゴア人気は主人公のマグマ大使を上回るほどでしたが、なんとゴアの中身も声優の大平徹だったのです。一方でキャラクターと声のイメージが一体化した声優の代表格といったら、1969年から続く長寿アニメサザエさんの加藤みどりではないでしょうか。彼女はかつて NHK ドラマ天使の部屋1960年にも主演した一線の女優でしたが、結婚を機に声優のオファーを受けるように。1998年のインタビューでは、仕事がなくても生活に困るわけではありませんでした。そこで気楽に受けたのがサザエさんだったのですが、初回放送後ある新聞に、あの声は作品のイメージに対する冒涜だと書かれたんですよ。あの時は泣きましたし、それがバネになったんでしょうね、とその原点を語っていました。他にも日本にはドラゴンボールで悟空、ご飯、ごてんの親子を一人で演じ分けた野沢雅子、名探偵コナンの高山みなみ、ドラえもんの大山信代など独特の声を持つ数々のベテラン声優が存在。日本ならではの声優文化はこうしたレジェンドたちによって支えられてきたのです。それからアメリカでは専業の声優が少ないと先ほどお伝えしましたが、これはアメリカに限ったことではなく、海外には基本的に声優という仕事はありません。声の仕事は顔出しの仕事がないときに俳優がやるもの。人手が足りず、メインキャラクターの声優がモブ、その他大勢の声を担当するなどの兼ね役も多いそうです。また海外の声優の演技はネット動画などでも簡単に見ることができますが、日本の声優に比べると抑揚が少なく、かなり棒読み。どちらかというと表現するというよりも、何を言っているのかを理解できるようにするという翻訳的、記号的な役割が強いようです。アメリカの声優が日本びいきに苦言。海外のネット掲示板であるアメリカ人声優の投稿が話題になっていました。英語吹き替えのアニメよりもオリジナルの日本語版が尊ばれる現状に対して、彼はネット上で目にする吹き替え版を嫌う人の 75% は日本というだけで何でも称賛するミームのようなもの。彼らは日本のオリジナル版を過剰にありがたがっているだけだ、という意味合いの苦言を呈したのです。この投稿に対して外国人ネットユーザーからはコメントが殺到。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本だからという理由で日本語版を選んでいる人はいないさ。単純に聞き比べるとオリジナルであるというだけではなく、日本語版の質の高さが分かってしまうんだ。英語の吹き替えは自分には根本的に合わない。可愛らしいアニメ声は英語では不可能に近いんだよ。僕はいろいろな言語のアニメを見るけれど、英語の吹き替えが一番ひどいと思うことがある。中でもドラゴンボールはそれが顕著だったよ。それでも最近のアニメの吹き替えはだいぶマシになってきたけれどね。日本の声優に比べるとアメリカの声優は声のパターンが少なすぎるんだよ。本当に質が高い英語吹き替えの多くは主に西洋を舞台にしたアニメや西洋からインスピレーションを得たアニメ、例えば鋼の錬金術師やカーボーイビバップみたいにね。逆に主に日本を舞台にしたアニメは吹き替えだとぎこちなさを感じてしまう。日本には真っ当な声優業界がある。競争が激しいしギャラもよく、アメリカの声優陣よりも世界的に有名だ。そうなると日本語版を選びたくなるのは当然のことだろう。吹き替えだと現地の文化にのっとった役に変えられてしまう。そして
同じ声優が多すぎる。この2つが私が吹き替え版を避け続ける理由よ。まとめ。もちろん吹き替え版にもクオリティの高い声優や素晴らしい演技は存在します。しかし言語や文化の違いによってオリジナル版と吹き替え版では表現やニュアンスにちょっとした違いが生じてしまうことはあるでしょう。そのため各人の好みや視聴体験によってどちらが良いと感じるかは異なるものです。ただし日本のアニメには独自の表現や文化が詰まっており、それを理解して視聴者に伝えるためには日本人声優の演技や表現力が重要な役割を果たしていると言えます。また日本の声優業界は競争が厳しく、ベテランから若手までトップレベルの実力を持つ声優が数多く存在。そのため日本語版において素晴らしい声優陣が活躍しているのは事実です。一方で吹き替え版は現地の文化や言語に合わせた役や演技が行われることもあり、より現地の雰囲気やニュアンスを感じられるというメリットも存在。その地域の視聴者にとって吹き替え版は親しみやすさを感じられるものとなるでしょう。オリジナル版と吹き替え版のどちらを選ぶのかは最終的には自分の好みであり、大切なのは自分がより楽しめる方を選ぶこと。どの言語で見るにしても、そこから得られる魅力を大切にし、自分の視聴体験をより豊かなものにしてくださいね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。